はい、今釣り王国北大東島に来てます。お、はい、こちら2本ですね。こちらはワイヤーじゃなくてナイロンですね。ナイロンの方が食いがいいんですよ。ただナイロン食いいいんだけど、触れだとすぐ切れるみたいです。マグロがかかれば終わりなんですけど、ね、2本だったからね、どうかはちょっと変わってくると思います。あ、楽しいですか。おお、乗った。乗ってない。疲れですね。うわ、取られたかな。いや、当たりがちょっとどんどん近づいてきましたね。あ、ついてるよ。ついてない。ついてるじゃないですか。おーおーおお、ついてた。ついてる。よっしゃ。よっしゃ。乗ってた。乗ってたんだ。ラッキーですね。重たいですか。大仁田さん。大仁田さんぞこれ。重たいですか。寄ってきてるんです。先に。あ、手前に走ってんだ。そう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 。あ、なるほどね。後ろ後ろ後ろ回せ。そのまま上げ切れるんじゃないですかこれ。いやー、ラッキーですね。よっしゃー。重たいですか。重い重い重い。無理ね。いいっすよね。ふっくらしてる。あっ、何かが起きた。ちょっと出したけど、また切れちゃった。うわ、マグロだけど、外れてるかな。針外れかな。針外れかな。スポッとなったね。触るかな、どっちかな、追いやないかな。針外れ。針外れだ。おー、じゃあ遠いぞ、次は。針外れですね、次は。うわマグロですね、マグロ。マグロ。うわ、そう、身が吸ったら食いたかったのに、ちょっと。残念。あー、でも、今、あれですね、ゴールデンタイムですね、今。ゴールデンタイムだね。マグロの活性が上がってる。で、じゃあ、3度目の正直へ行きましょう。チャンスタイムですね。チャンスタイム。あー、タイムアップか。ちょっと回収です。いやー、残念だったな。またリベンジです。じゃあ、次は、ルアーですか。そうですね、小物っていうか、まあ、おかず狙ってみていいんじゃないだろうかと。こちら、ジグの方ですね。ジグ。水深 50m。 竿を洗ってよ。竿を洗ってよ。ビールド、ツインパワーですね。ツインパワー上等っすね、ツインパワー。なんか重いっすよ、多分ルアーが絡まってるかもしれないですね。なんか、あ、なんだ、なんか、上がってきましたね。石じゃないですか、これ根掛かりしなくてよかったっすね。綺麗にかかってる。ほんとだ、この石に輪っかのところスッて入ってますね。スッてって、こう、この状態。うわー、すごい。リリースします。お、ヒット。竿がめっちゃ回ってる。船長、ヒットですか、これ。すげえな。ルアーロットですか、これ。ルアーで遊んでちょんちょんと。はい、やりくり。心がけているところ。あ、ジグで。ジグでかけたんですね。さすが海を知り尽くしてますね。ベラ。お、なんか浮いてきた。ベラだ、ベラ。お、でかいな。サンボリベラみたいな。お、すげえ。うわぁ、目ん玉飛び出してる。恐ろしい様相ですね。おぉ、おぉ、上がる。ベラっすね、完全に。あ、ヒットですね。おぉ、でかいな、これ。お、まあまあでかいんじゃん、これ。釣れますよ。釣れますか。さあ、釣れております。ジグ。はい、カスミアジ。お、白い白い。おお、あー、外れた。はい、どうぞ。さあ、たけし、たけしが挑戦。挑戦ですね。もう寝起きですね。寝起きで挑戦。ずっと寝てますよ、この人。さっきね、落としてる時に食ったんですよ。さあ、果たして釣ることができるのか。今かなり活性上がってるから釣れるかもしれない。2頭投げて2頭釣りよった。2匹。お、かかったかかった。食った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 。食ってる食ってる。よっしゃー、乗った乗った乗った。おお、引くね。これはあげたい。いいぞいいぞいいぞ、いいね。これそろそろ見えてくるんじゃない。さあ、ジグで一番大当たりといえば、でっかいジグだと磯マグロとか。あ、磯マグロ、カンパチ。あ、磯マグロもカンパチも釣れるんだ。さあ、この引きはちょこちょこ抵抗してると言ってますね。頭振ったりしてる。あ、船の下の方に逃げてってる。あ、リーダー、あ、なんだこれ。
ヤガラ、あ、でかっ赤ヤガラ、赤ヤガラすごい、よくこんなの釣ったな。よし、あげよう。これ面白い。でっか、これサムネ映えだ。サムネ映えサムネ映えだろうな、これこれは突然変異って言ってもいいだろう。突然変異。はい、こちらでっかいぞ。寝起きで一本。よっしゃ、これ赤ヤガラ、はい、高級です。高級魚なんですか。美味しいです。おっしゃ、じゃあちょっと生けすに入れておきましょう。青ヤガラと赤ヤガラがいるんだけど、はい、これ美味しいやつ。俺たち普段釣ってるやつが青ヤガラ。ちょっと楽しみですね。ちょっと身も柔らかそうだったんで、触った感じ。そして船長のひろきさん、もうハマってます。ハマってる。おー、ヒットヒット。竿がいい感じに曲がっております。さあ釣れるんでしょうか。さあ俺のベインマックスに来てます。今関係ない情報を言いました。めっちゃトイレ行きたいっす。さあ来い、赤くない。さあ何が釣れるんでしょうか。さあ、お、なんだ、お、浮いてきた。おー、おー、これはこれはなんだ。これ深海魚。こちら、おお、釣れた釣れた。深海魚なんだこれ。うわ、石ちびき、石ちびき、大口石ちびき。ほんと口大きい、ほら。はあ、やったー、すげえ。おっしゃー、この調子でガンガン釣りましょう。はいよー、ヒット。でかいぞ。おお、ドラッグがバンバン出る。頑張れ頑張れ。焦らないですよ、ゆっくりゆっくり。うわー、でっかい。いいの、いいのかかったな。さあ頑張れ。めっちゃ走ったな、ファーストラン。お、なんだ、あ、こっちじゃない。なんだこれ、これおじいさん、でかいおじさん、あれね。こんなでかいのいる。こんなでかいおじさん初めて見たな。おお、おじさん、あ、でかい、でかいでかい、めっちゃ生き。初めて見た、こんなでかいおっさん。最大級のおっさんじゃん、これ。世界最大級のおっさん。なんか響きがあんま良くないですね。すごい、降ってきたか、おっさん。おー、すごい、これでかいぞ、これ。刺身にできるんですね。赤字取れた。楽しかったです。あー、いい船釣れた、最高ですね。いや、ほんとひろきさん、ありがとうございます。じゃあ戻りますか。次はマグロリベンジですね。はい、マグロリベンジお願いします。起立。レイ、今日は動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。楽しかった。ゼロ円生活、ゼロ円生活、命の重みを感じたカヤック転覆、カヤック転覆、陸地に足がついた瞬間涙が出た。涙が出た。家の中に入れたくなかったサメのぶつ切り。サメのぶつ切り。男性便所の匂いが1週間取れなかった。取れなかった。右をクリックするとチャンネル登録、チャンネル登録。左をクリックすると関連動画、関連動画。よろしくお願いします。よろしくお願いします。全員集合だな、これも。わーお、わーお、すげえ超レッソン。めっちゃ喜んでますよ。恐ろしいですよ、これ。うん、うん、はい、じゃあ漁師さんに締めてもらってます。まあ、ヤガラ死ぬ気、死ぬ気してますね。尻尾とエラの方からですね。ひろきさんと初日会って2日目で一緒に船釣りですからね。ありがたいことです。すごい展開ですね。今日までしか釣りできないのが心苦しいけど。そっか、今から沖縄本島の方に帰るらしいですね。そうですね、帰るっていうのか、行くっていうか。あ、行くのか、帰るわけだよ。地元の人ですか。あ、地元か、そっか。自分らからしたら帰るっていう形ですね。でも、こっちの人もみんな帰るって言うんですけど、ね、あー、マジか。よっしゃ、なんか、ルアーに帰ってからめっちゃ大量でしたね、なんかいきなりでしたね。でかかった、全部楽しめたんだったらよかったっす。楽しかったっすよ。ありがとうございます。はい、手伝いになったかどうかは差し置いて、めっちゃ楽しかったっすね。じゃあ、とりあえずこれ持って帰って食べましょうか。はい、じゃあ、これよし、はい、ありがとうございます。大町、あ、落ち着き。はい、さあ、あの箱一気に、うまっ。よっしゃ、よっしゃ、一気に肩をつけましたね。よっしゃ、よっしゃ。
交換。オッケー。オッケー。